けしても。特情報のコーナーでございます。はい、はい、司会は、昨日はカミカミですいませんでしたのビアドラゴンズ2008のなおちゃんと最近かまずに絶好調のサイレリンと、なんかその話題かよあんまりみんなに分かんない人もいるけどね。はい、中日ドラゴンズ営業の水野です。はい、よろしくお願いします。最近で、ね、MC 水野って勝手につけてますよね。はい、なかなか上達しない。今年から MC ミズノでね、皆さんも MC ミズノって呼んでください。いやいや、もうミズノさんじゃないですよ。はい、恥ずかしい恥ずかしい。はい、はい、では、はい、次回の D ステージを、はい、紹介します。そうですね、はい、で今日ね、時間があまりないんで、はい、この後選手モノマネコンテストということで ね、はい、時間がないんで、次回の D ステージを紹介していただきます。はい、はい、5月17、18日は横浜戦なんですけれども、はいはい、勝てる試合な、そういうことじゃないですか、勝てるなんですが、でここは D ステージもちろんあります。はい、でレギュラーなんですが、はい、OB トークライブは17日土曜日、はい、はい、ここに OB の小松達夫さんをお迎えして、はい、30分間たっぷりドラゴンズの戦況について語っていただきます。はい、はい、そして18日日曜日は選手トークライブということで、はい、これは現役選手のトークショーなんですけども、ね、誰が来るかは、はい、やはり当日まで分かりません。はい、はい、この間は誰だったかな。この間は朝倉選手。何を言って忘れてるから。あれ、ね、かわいとそう、かわいとうしじゃない、自分のついちゃった。踊りが精一杯で大変みたいなね。そんなもんないですね朝倉投手と中野投手は4月だったかな、ね、はい、4月投手して、はい、この間は河合投手が投手した、はいはい、明日、来週は誰でしょうかということで、はい、そうですね、詳しくはドラゴンズのホームページに載ってますので。載ってないって、選手は載ってない。はい、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 やばい人形ね。ご覧ください。もう一つお知らせしてない日に、はい、ステージをやることになったんですよ。はい、はい、さっき決めましたけれども、まだホームページも載ってませんが、はいはい、5月25日の交流戦の初めの日、初戦ですね。はい、これ何戦だったかな。あ、ソフトバンク戦。ソフトバンク戦。はい、ありがとうございます。2人知らなかったんじゃないかな。知ってます、知ってますか。はい、ナイターなんですが、はい、ここで臨時でステージをやります。はい、はい、臨時でステージですごい特別なことをやるんじゃないかと思いきや、はい、やはりね、交流戦初戦なんで、やっぱりステージやらないとまずいかなと、そうですね、いう声もありましたし、うん、それと今ね、NPB って言って、日本野球機構の方から、はい、環境の問題で今 CO2 削減、二酸化炭素を、ね、ちょっと減らそうというので協力を、実は名古屋ドームのドラゴン、はい、まあ、してるわけなんですが、これに向けて何か協力してほしいと、うん、で、まあ、いろいろ営業の中でね、はい、考えたんですけれども、はい、名古屋ドームで試合やるときに二酸化炭素を減らす方法はと思ったら、お客さんを減らすことが一番、一応ね、そういうふうに NPB の方に言ったら怒られましたけれども、言われたんですけれども、まあ、そんなこと一切思ってませんけれども、まあ、要するに PR をしてほしいということなんで、このステージを使って、まあ、20分か30分だけなんですが、PR をさせていただきます、それについて。で、その他は、はい、もちろん踊ってもらいます。はい、はい、PR しながら踊ってもらいます。PR しながらですね。はい、新しいなぁ。気持ちも仕方ないと。表と裏に CO2 削減してあってこうやって踊ってもらって、ね。ペタペタ。やっぱり。はい、そんなこともありますんで、はい、ぜひお楽しみにしてください。はい、はい、はい、これが詳しくはホームページよね。そうですね、こちらのそのセリフ担当みたいなんで、詳しくはホームページで、はい、今日は載ってません、明日か明後日掲載しますので、はい、見てください。はい、はい、もう一つ、25日は昨日も案内しましたけれども、はい、交流戦初戦で応援ボードデーということで、はい、開幕の時もやりましたけれども、
ドームの中を青く染めようという企画ですね。はい、はい、来場者全員の方に応援ボード、はい、ちょうどこのぐらい、はいはい、このぐらいの大きさ、よくわかんないね、はい、このぐらいの大きさで、なんかいろいろ書いてあるんですけれども、はい、なんと選手の応援歌、はい、全員の選手のね、よく外野スタンドの方でライトスタンドの方で歌ってますけれども、はい、あの応援歌、全員の選手の応援歌が載ってます。載ってます。はい、で、裏を返すと、はい、完全制覇って書いてあったかな、確かそれを掲げてもらって、はい、開幕の時はね、ちょっとブルーがくすんでたんで、うん、開幕って勝ったっけ、濃い、あ、違う、勝ったっけ、はい、あ、じゃあちょっと言い訳なんですけど、負けた、負けたね、確かに、そうそうそう、すいません、ね、覚えてない、はい、覚えてない、くすんでたから引き分けになっちゃったんで、くすんでたね、はい、しかもね、ちょっとね、選手の写真を載せてたんで、どうしてもくすんじゃったんですよ、はい、まあ、皆さんに持って帰ってほしいなっていうね、ただ青い紙だったらボコボコ捨てちゃいますんでね、応援歌をつけまして、はいはい、色もですね、これよりもうちょっと明るい、シャオロンの色かな、はいはい、非常に目立つような色にしましたんで、もし25日切符買って来るという方、ぜひあげてください、はい、あ、いますね、ありがとうございます、はい、なんかその方で何かあげたいぐらいですよ、ね、本当にあげたいぐらい、はいって言いましたもんね、あげませんね、はい、そんなことでいろいろ、はい、あの PR したいこともあるんですけれどもね、はい、まあ、今日はね、モノマネコンテストが、はいはい、すぐ始まりますね。そうですね、はい、はい、モノマネなんかコンテスト予選に出た方もちらほら、はい、はい、手を挙げていらっしゃいますけどもね、はい、そこにいらっしゃるということは残念ながら、残念ながら、ぜひ上がっていただきたいですね。でも、はい、今後どん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 磨いててもらって、はい、次回に備えてほしいですね。そうですね、次回あるかどうかわからないですが、はい、今日はね、あのなんか東海テレビさんも来てるのかな、どっかで、はい、あちらにいらっしゃいますね、はい、テレビありますね、はい、ますね、結構ね、面白い方いました、はい、あの思いっきり笑ってあげてください、はい、あの笑わないとね、あのしらけちゃいますね、本当にね、はい、皆さんご協力、はい、皆さんの反応もチェーンに加えますので、ね、はい、はい、お願いします。はい、お、続々、はい、続々と本当に必要な方が、はい、そうですね、いましたけどね、はい、以上、PR コーナーでした。早いって、もう自分さ、この後審査員とか、はい、ね、行かなきゃいけないんだよね、審査員になるのでちょっと行ってみたいと思います。審査ができるのかちょっと不安だけどね。はい、じゃあお先に失礼します。なんか、なんかさ、やっぱりありがとうございました。バイバーイ。なんかもうこのまま栃木帰っちゃいそうな感じだけど戻ってきてくれるのかな。じゃあちょっとここで準備に入りましょうかね。準備しましょうか。よろしくお願いします。端っこに寄ってましょうか。端っこですか、こっち。準備ちょっとしないといけない。はい、よろしくお願いします。はい、準備のことお願いします。はい、なんか PR したいことがちょっとあったら、はい、PR したいことね、はい、はい、あの先日もお伝えしたんですけども、6月の3日と4日にチアドラゴンズが、千葉ロッテさんの方に遠征に行くことが決定かな、計画かなという感じで決まっておる場合おりますが、皆さん、あの千葉ロッテ応援に行く方いらっしゃいますか、3日と4日。この間よりちょっと手が上がった気がしますね。そうですね、それでですね、逆に M スプラッシュさんもあの交流戦最終日にこちらに来てくれるかなという計画を今立てています。去年見た方いらっしゃいますか。おー、たくさんいますね。すごい去年盛り上がりましたよね、来ていただいた日ね、はい、はい、今年もダンス対決とか考えてるので、チアドラも気合十分でいきますので、はい、皆さんも応援よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。千葉ロッテ一緒に行きましょう。よろしくお願いします。はい、なんか準備がもう間もなく準備ができたようなんで、はい、で一応ね、予選の方、落ちた方もね、残念ながら、はい、そちらで楽しんでいただきたいなと思うんですが、今日はね、大体30名様ぐらいかな、もうちょっと多かったかな、そんなに集まりました。参加者の方はそのぐらい、30組ですね、はい、いらっしゃいまして、28だね、みんな。28でした、細かいですね、はい、よく押してますね。ギャラリーの方も結構いらっしゃったんですけれども、なんかね、予選と本戦とちょっと、モノマネ変えようかななんていう方もいらっしゃったんでね。すごいじゃん、パートリーがいっぱいあるってことですね。そうなんですよ、はい、腹抱えて笑った人確かいたような気がします。本当ですか、はい、お、楽しみですね。じゃあ早速参りましょうか。はい、はい、じゃあ改めて仕切り直しましょう。はい、はい、いきます、本日のメインイベント、モノマネ